桜井よし子です。日本会議兼任の自民党員です。今日は自民党で初のハーフのお姉ちゃんネトウヨ議員入会がありました。稲田朋美ちゃん、杉田美桜ちゃん、高市早苗ちゃん、それと小池ゆりばあ、ネトウヨ姉ちゃんを紹介します。小野田紀美さんです。リベラルや左翼の人間を見ると目をしかめるところが特徴です。声は聞かせていただきたいと思います。ただ日本法治国家でございますので、感情ではなく法に準じてしっかりと判断してまいりたいと思います。声は聞かせていただきたいと思います。ただ日本法治国家でございますので、感情ではなく法に準じてしっかりと判断してまいりたいと思います。